ただいま。おかえり。今日は遅かったのね。もうすぐ晩ご飯できるから。お兄ちゃんからよその女の匂いがする。は特にここ、と、ここって何言ってんだ瑞希。姉ちゃん相変わらずブラコンだな。ねお、めぐみんの妹か。随分と可愛らしい子だな。なんかちっこいめぐみんが現れたんですけど。ねえ、アメちゃん食べる？米っ子、ただいま帰りましたよ。お父さん、姉ちゃんが男引っ掛けて帰ってきた。ちょっとお嬢ちゃん、お兄さんと話をしよう。ニリリレルチャーか、アチスサホノか。サホンノมาทำอะไรที่นี่ยาฮูเป็นช่วงปิดเทอมหน้าร้อนก็เลยมาเยี่ยมพี่สาวน่ะเอ๊พี่ชายมาเล่นกันได้เลยเดี๋ยวสิซาฮอนโนนี่มันใกล้วันส่งต้นฉบับนะยุ่งอยู่เหรอพี่ชายคะไม่เลยเอ๊เย้เฮ้ยなんでもない人が帰るぞ。あ、嘘だ。あの、よかったらうちでご飯食べていきませんか。え？いやですか。とりあえずもうちょっとお互いのことを理解するために一人一人紹介していきましょうか。じゃあリンゴ、俺の本読んで知ってはいるだろうけど、こいつが椎名実那つ。よろしくなリンゴちゃん。杉崎リンゴと申します。ああよろしく。じゃあみなつさん、え、帰ってママのミルクでも飲んでな。いくら食べ物を持ってきても米っ子はやらんぞ。違いますから、そんなつもりじゃありませんから。あとは米っ子が食べな。いいな。わーい。来ていいですか。でピーちゃんを背負ってくれ。เข้ามาในนี้อ่ะโอ้ที่ไม่พอฮะโอ้โหต้องแบบนี้สิเนซึโกะสุดยอดเลยกินไหมกินดังนั้นฮาจันชอบฮ่าฮ่าใช่แล้วใช่แล้วแต่แบบนี้แบบนี้บอดี้ทัชผู้ชายก็จะคิดผิดกันได้ดังนั้นคนอื่นทำไม่ได้เข้าใจฮาจันแค่นี้ซะนะยาดาคนผู้ชายเทอร์ริสต์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 おとなしく寝てろって。昨日はせっかく海まで行けたので、楓はこのいい流れを筋肉痛に邪魔されたくないんです。楓は今日も外に出たいと思います。マジか。マジです。しかも制服デビューか。制服デビューです。プリン買ってきたぞ。まーい。いたたた、話をそらさないでください。食べにお湯ばあにゃのためだ。じんじんろよ。げばなてちんすんろい。ぴょんあん。วันอาทิตย์เกลียดมากเหรอเกลียดมากค่ะเย้อึด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 อ
よ。エリスがお医者さんね。いいよ。じゃあ俺は患者さんだね。兄様は最新医療機器を売り込みに営業に来たけれど、いい反応がもらえず賄賂に走る営業マン。すっげえリアルな設定。姉様とよくやるんだよ。リリシアさん、どんな教育してんだよ。ただいま。タカニ、大丈夫？うん、寝てたらだいぶ良くなった。心配ないよ。よかった。あとはこれ。疲れると結構あれなんでしょ。あ、いいらない気を回さなくていい。え、もしかして3次元の方が良かった？そういうことじゃね。じゃあ何気ないところを1枚取っとくか。ちょっと待てお兄ちゃん。はい、チーズ。どこが何気ないんだよ。じゃあね、にらめっこ、にらめっこしましょう。あっぷ、うん、もしもし警察ですか。あ、何通報してんです。にらめっこでしょ。またエリスの勝ち。ということで兄様は腎臓を取られます。厳しすぎる。はい、お姉ちゃん、おかゆ作ったから食べて。うん。お姉ちゃん、はい。あ、うん、いいよ、一人で食べれるから。どうや、羨ましいでしょう。この子は。面接終わったら一緒に飯でも食うか。お、いいねそれ。だろう。うんうん。お兄ちゃんのおごりなんてご褒美があったら小町頑張れそう。テレテレ。今の小町的にポイント高そう。テレテレ。おごりじゃないしポイントは低いんだよな。ま、妹とのデートだしな。飯代くらいはどうにかしてやろう。うん。いや、デートって言われると絶対行きたくないけど、顎足持ってくれるなら我慢します。やめてやめて、真顔やめて。กลับมาแล้วเอาดินึกว่าจะตายซะแล้วเธอเนี่ยทำอะไรลุกลี้ลุกลนชะมัดเลยฮารุจันまだ何も食べてなかったよな。一応おかゆ作ってみたんだけど。別にいりません。食欲も全然ないですし。意地張るなって。食える時に食っとかねえと。それともあれか、小野寺みたくあーんしてやろうか。ほれ、あーん。ごめん、俺が悪かったよ。お兄ちゃん買って。ダメだ、お前すぐ飽きるだろ。お兄ちゃん、私寂しい。お兄ちゃんが帰ってくるのをいつも一人で待っているなんて耐えられない。おい、なんか女の子泣かせてるぞ。あんな美人な子を。ネズコ。は？うん。そういえば王妻は面接もあるぞ。あ、そうだね。よし、高木、面接の練習手伝って。いいよ。我が校に入学したら何をやりたいですか？ああ、その質問考えてなかった。自分がやりたいこと言えばいいんだよ。あ、じゃあ教師との背徳恋愛？真っ先に出るのがそれか。秋田県男鹿市と周辺で伝承されているナマハゲが。じゃあ俺出かけるけど。うん、いってらっしゃい。まあ、小町誕生日おめでとう。
お兄ちゃんありがとう。平成を装いいつも通りにしてるのにお兄ちゃんに言われると喜んで見せる。今の小町的にポイント高い。そうね、ネタバラシされなかったらもっとポイント高かったね。お、ソーカさんどうしたんですか。いえ、私は護衛としてついてきたのでこういう格好は何か変じゃないかと。まあまあまあ、ういういしい。心配することはありませんよ。とてもよくお似合いです。どうっすよ、お尻とかすっごく綺麗じゃないですか。พอรู้ว่ามีวิธีปรึกษาเป็นอาจารย์เด็กอายุ10ขวบก็มีเด็กผู้ชายที่ดูยังไงก็เป็นผู้หญิงมาเข้าชมรมเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยนะหลังๆพี่ชอบพูดถึงแต่เรื่องชมรมเรื่อยเลยเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยคึกคึกคึกคิดว่าเรซิสกีเฟลิซิตี้ซูเมรานิคนนี้จะสูญเสียความเยือกเย็นนั่นเหรอไม่มีทางจ้าจ้าทำให้หมดจอเนาะそっちはどう？シドウは見つかった？おう、小鳥。実は吉野がシドウを見たというのだ。本当？どこにいるの？それなのだが。なんかこりゃシドウが結婚？どういうことよ。ざけやがって。どこの馬の骨よ。私のお兄ちゃんをたぶらかしたのは。案内して。しばらくはうちで預かっておくから平気だよ。牧野原さんもここで猫の世話の練習をしておけばいい。はい。お兄ちゃんは妹は若い子の方がいい人ですか？清楚で礼儀正しい妹がいい人ですか？なんだその質問は。今楓は楓史上最大のピンチなんです。一日も早く妹道を極めないといけないんです。僕は妹は楓一人いればいい人だな。用があるんじゃないのかよ浮気者。デートは楽しかった。あ、なんだそれ。ん？兄さんは一生女の子とデートしちゃダメ。わかった。一生と来たか。そう、一生。だってだって何？なんでもない。イレイナさん、何でしょう。姉さんから話は聞いています。私が姉さんを置いていった後、魔法を教えただとか、どことの国で再会しただとか。それはもう嬉しそうに語ってくれましたよ。どうして魔法使いの国でサヤさんを置いていってしまったんです。かなりへこんでいましたよ。ああ、それはだな。すぐに魔女になるための修行をさせたかったから強引に故郷まで帰らせたんだよ、私が。シーラさんが？実際帰ってきたミナに散々罵られたぜ。どうして姉さんと離れ離れにしたんだとか、絶対に許さないだとか、一生呪ってやるだとか。あ、もうそのくらいにしてください。ソラ！ソラ！どうしたんだ？いやー！来るな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 ！カー！カーだけじゃ分かんないよ。どうしたんだ？だからカーよ！スプレーしたのになんで？ヘアスプレーじゃ無理だろう。何二度寝してんだ。死ね。お前何すんだ。二度寝するようなお兄ちゃんは死んでいいに決まってるじゃない。死ねばいいんだ死ねばいいんだ死ねばいいんだ。お前冒頭からキャラ設定めちゃくちゃになってんぞ。私はどうも他のみんなに比べてキャラが立っていないということだから、試みにヤンデレになってみたんだよ。ヤンデレっつうかそれ狂人だよ。だったらシド、そろそろ私が本物の五日小鳥かどうか確かめたらどう。そうか、なら。お兄ちゃん何するの。返して返してよ。やっぱり小鳥だ。さすがにここまでは夏美も真似できるはずがないよな。小鳥、小鳥さん。